品川が着きましたけど、もうこのまんま向かいのホームにやってきますよっていう便利ですね。あ、もう着くわ。なんか言ってきました。もうすぐ出るみたいに。乗り換えベンチね。どこもね。これでもう上本町まで行けるぞ。さあ、着いた。ということで、上本町駅の地上ホームですね。で、乗ってきたやつは、これ、高安駅になるんですね。重量編成かな。で、横には山田桜井。で、どっかに、人はあるかな。ことはね、重量編成になる。あ、あった。本当だよね。あ、走ってね。あ、ちょっと、ちょっと、チェックだよな。大丈夫、これね。鶴岡市なら、7時台に入れるっていうことですね。じゃあ、なかなか地上ホームで。でかいところですよ。だいたい近鉄特急で行くと、あと地下ホームの方に入っちゃうことがほとんどですからね。こっちに行くと久しぶりだ。あ、違っちゃう。8時なんで、難しい時間帯のはずですけど、結構。あ、言っても、でも、朝の時間は、こっちの地上ホームもフル稼働ですね。まあ、しっこに、すごい。特急が、あそこまで、島行きのね、特急もいますけど、まあ、こんな具合で、比較的、でっかいターミナルですけど、地下の方の方が、それがちょっと頻繁に高頻度で使ってるんで、その方は、ずれてますけど、ホテルのとこやったっけ。とりあえずね、こっから、そう、まあ、こんな感じでタクシーに来れる、1500円でね、来れる方法があるよっていうのは、ここまででね、こっからが本編です。で、とりあえず上本町まで来たんで、こっから、第二軌道をとりあえず向かってきたと。いうことですね。まあ、とりあえず一回外出ましょうか。結構ない。よいしょ。で、東急高バスの方で、地下鉄の、あれは、千日前線だよ。千日前線か。結局地下鉄では地下に潜らんといかんない。
よいしょ。よし。あれ？日焼けちゃうか、入ってない。じゃ、しょ、しょ。じゃね。近鉄の地下改札で地下よいしょでけえな。さあ、ってことでね、地下でそのまんま、あそこも開いてんだもん。谷が中止め駅ね。ここに上の看板ってあるけど、こう大阪上本町っていうと上本町の6丁目にあって通称上六なんて言われてますけど、地下鉄の駅はちょうど境目のあたりなのかな。なんで谷町中止め駅になるんですよね。ちょうどこの渡ってる間に町の境目ぐらいなんでしょうね。そう、豊橋やと千日前線ね、JR の乗り換えが便利なんで乗り換えとして非常にあれですけど、今回はね、ちょうど大日とかあっちの方ね、千日前線のところはね、先週行ってますからね。ちょうどこっちの都合が良かったと。これ乗り換えるの初めてだな。いやだ、やっぱ人多いの。これで千日前線だったら、神町のさらに奥やね。これか。で、二人待ちね、さらに奥か。こんな風になっとったんやな、ね。両南方面じゃなくて大日方面な。あ、これで東梅田の方に行けるんで、近鉄使ってくるときに、大阪の方に行けるときに、御堂筋線で混むのがね、嫌やなぁ、いうときは、こっちもありなのかな。実際ちょっと使ってみないとわからんね。よし。谷町線はちょっと距離あるね。
はい、だ、これはね。こんな感じない。とりあえず切符を買うんやけど、あ、これか。よいしょ。こんな感じなんだね。1620円。土日限定ですよね。今日はね、日曜日だよ。あ、土曜日だから、これが来ない。なるほどなぁ。で、とりあえず、第2で、前回のところで行ったのが、これだけど、南の客を似合う似合うに、お腹もすごいとして、中とも、まあ、パクリ行ってますね。まあ、でも、今、朝の8時なんでね、全然、時間に余裕あるんで、あとは展開ちゃうよ。1600、電池が必要ですよね。餌かも、中腹のか。で、シューメダイと、ドラファンシスとして、で、この辺り、海藻やコスモスケアやら、いろいろ当たるよと。いう感じなんでね。まあまあまあ、まだ今度8時やからね。余裕あるで。いけるでしょう。とりあえずは大人気なんで、混むのかな、やっぱ。梅田方面やからな。とりあえず越えて行ってから、大人気方面行きましょう。